王木竹族は、イグチ木、王木竹蚊に属する、キノコの族の一つである。小実体は蚊屋竹型ないし、幾分、キシメジ型、小型、またはやや、大型、傘の表面は、多少とも粘性を有することが多く、通常は平滑である。史実創卓は、膝状で決して観光状をなすことはなく、個々の膝は、むしろ厚くて、やや素あるいは著しくそ。 柄に著しく死でなし、老質でしばしば生喰らえん。幼児は、灰色ないし塩梅褐色を停止、胞子が成熟すれば、開国色となる。肉は、柄の基部を除いて、常に、白色で、初めから、黄色、透光色、紅れない褐色などの色調を示すことはなく、傷つけても変色しないか、またはわずかに紅色となり、あるいは、赤みを帯びた後に徐々に黒ずむ。 柄はほとんど上下胴体もしくは基部が顕著に細まり、中身で、通常は平滑であるが、稀に微細な粒点を点在することがある。外皮膜は決して粉状を呈することはなく、補腹性の細い菌種で構成され、一般に多少ともゼラチン化しており、顕著な、粒となって残存することはない。内皮膜は、綿毛状で、明瞭な、粒を生じることはなく、 多くは、多少ともゼラチン質の中に埋没する。胞子紋は暗い黒褐色ないし、ほぼ黒色を呈するが、乾くとやや赤みを帯びた、肺褐色ないし、赤サビ褐色となる。胞子は常に、長径で長防水状ないし、長円登状をなし、発芽光をかき、平滑でコットンブルーによく染まり、要素溶液には染色されないかもしくはかすかに、赤褐色となるのみである。 短子器は通常は4個の胞子を生じ、少なくとも成熟時には細長く伸長するが、短子小柄は特に長くはない。ヒダのシスチジアはしばしば油状の内容物を含んでおり、しばしば部分的に細胞壁が飛行しており、その外面は栗色ないし赤葛色の樹脂状もしくは下流状の沈着物に覆われている。種類によってはヒダの実質は、 通常は、菌糸が、膝の面に平行に配列した狭い中軸層と、それから分岐し、膝の円に向かって、左右に広がりながら、V 字状に配列する菌糸からなる、側層とから構成された三階型の構造を有し、この両層の間には、密に絡み合った菌糸からなる、脂実層足が発達する。個実体の構成菌糸は常に、ヒアミロイド性で、通常は、 カスガイ連結を書くが、殻の基部の菌糸に限って、これを有する種類もある。扇竹属を含めた、扇竹科のキノコは、松科の様々な樹木、主に松属あるいは、カラマ唐属、族、菅族、桃皮ガサワラ属などとの間に、外生菌根を形成して生活するものと、考えられていたが、少なくともいくつかの種については、イグチ類の菌に寄生する性質を持つことが、 明らかになった。なお、人工的な胞子の発芽、あるいは古実体組織からの菌視の人工培養に成功した例は、今のところ知られていない。北半球の亜寒帯から温帯にかけてに広く散する。亜熱帯内市熱帯地方では、松果樹木の植栽林に発生し、気化菌類として定着している。タイプ種である白絵の釘竹や、大木扇竹及び扇竹の古実体からは、 ゼロコミン酸やアトロメンチン酸が見出されている。これらは、プルビン酸の誘導体で、イグチ目に属する他の多くの菌と共通する成分である。また、花イグチやチチアワタケから検出されたボレグレビロールもまた、オオギタケ族の蒸気酸種から見出されている。オオギタケ族に特有な化学成分としては、白エノクギタケ及び、キオオギタケから得られる。 ゴンフィジン酸が挙げられる。さらに、1、2、4、トリハイドロキシベンゼンは、無色の化合物であるが、酸化されると赤色となり、さらに重合して、黒色のゴンフィラクトンに変化する。扇竹族の子実体が傷ついた時あるいは、老成した時に黒変する現象には、おそらくこの化合物が関与しているものと、考えられている。クギ竹族は、 傘の表皮の構成菌糸がほとんどゼラチン化しないことや、小実体の組織中に、要素溶液で暗青色ないし暗死色に変色する、菌糸が混在することなどにおいて異なる。シストゴムフェス属では、傘の表面に付着する、外皮膜片が、球形細胞で構成されており、全くゼラチン化しない点で相違する。ひだ畑科に置かれるひだ畑属や、イグチ科に所属する。 キヒダタケ族なども、イグチ類との類縁関係を有する金群であり、古実体の外観などは、クギタケ族に類似するが、共に、法子門の色調が、より明るいことや傘の表皮がほとんどゼラチン化しないこと、あるいはシスチジアの形質などにおいて異なる。さらに、ヒダハタケ族においては、外星金婚の形成が、任意的である点で、またキヒダタケ族では、 外星金魂を形成する樹種が、マツ下に限定されない点でも区別できる。膝を備えた腹竹型の小実体を形成するものでは、あるが、系統分類学上では、イグチ木に属する金群であり、特にヌメリーイグチ属との類縁が深いとされ、かつては、講義のイグチ化に置かれたこともある。小実体に、ヌメリーイグチ属の金と、共通する、化学成分を含有していることや、 外星均根を形成する、生態的性質など、胞子が暗色かつ公壁で、一般に著しく長形であることやシスチジアが、根棒状で、しばしば公壁となり、表面に、樹脂状内し下流状の沈着物をこむる、形質なども、この位置づけの根拠の一つとなっている。元は三つの亜族を含んでいたが、そのうちの一つは独立族として分離された。 両族の分割は、分子系統的解析によっても支持されている。扇竹科の菌が、成熟しても傘が展開せずに膝を包み込み、膝は表面積を増加させるために屈曲、分岐、分合を繰り返して、迷路状をなし、さらに柄が退化してキン型へと進化した結果と、考えられる菌群として、かつてブラウネルラ族が設けられたが、 そのうちの一種 B ロイコサークスは、後の調査によって、すべての菌子にアミロイド性が欠けていることを理由に、ブラウネルラ属から除外されて別属ガンプホゲーザーに移され、むしろオギタケ属に類縁関係が深いものであると考えられるようになった。ガンプホゲーザー属をオギタケ属に包含するのが妥当ではないかとする説もある。 従来、清木竹亜族と白絵の釘竹亜族との二亜族が置かれ、さらに後者に白絵の釘竹節及びミクロスポルス節の二節を設ける意見があり、日本でもこのシステムが採用されてきたが、分子系統解析された例からは、上記除く内分類体系には根拠が乏しいと考えられている。ここでは、各種を種商名のアルファベット順に配列した。現在までのところ、 有毒な種類は知られていない。扇竹については、油を使った、脂肪質の料理にも、淡白な料理にも合うという。欧米では、白絵のギタ竹や G. オラゴネンシスよび G. サブラセウスなどが、食用に供されることがあるが、食用キノコとしての評価は、さほど高くなく、ノットレコメンディッドあるいは、エディブルバットプアとされることが多い。ありがとうございます。